代わってジェコの選手トマッシュ・ベルネルです。27歳。2008年の大会では彼がチャンピオンになっています。ヨーロピアのメダルは銀メダルも銅メダルも持っているというベルネルです。彼にとって最後のヨーロッパ選手権、最後の演技となります。アストル・ピアソラのタンゴメドレーです。4回転は2つ入れる予定です。トリプルトーリー一緒になりました。シングルフリップ、ステップシークエンス、ダブルアクセル、トリプルループ、ダブルルッツ、足を変えてシットフォーワードの空中変更、そしてシットビハインド、
そうですね、完成せずに終わってしまいましたので、まあ、3回転以上してますので、なくなるということはない、点数がなくなるということはありませんけど、ね、ベースというものになってしまいますね。そうですね。最後のあのごめんなさい、ステップシークエンスって言ってしまったんですけども、こういうシークエンスですね、ステップシークエンスを最初にすでにしてますので、最後のものはこういうシークエンスです。4回転の塔は頑張って入れてきたんですけれども、 そうですよね、それ以外のところで、シングルのフリップになってしまったり、ルッツがダブルになってしまったりというところで、ベストではなかったかなと、ね、そういうのがありますね。ちょっと残念ですね。4回目がトリプルになりましたね。そうでしたね、はい、で4回転も綺麗になりましたね、はい、そしてこれはトリプルアクセルですね。トリプルアクセル1つ目はトリプルアクセルできたんですけれども、2つ目の方はダブルになってしまいましたね。シングルですか、あ、ごめんなさい、シングルですか、そうですね、ごめんなさい、私は多分シングルになってしまいましたね。なのでちょっとずつちょっとずつやはりしまいましたね。残念でしたね。そうですね、とてもいいものを持っている選手ですので、ね、滑りとかそういうところでは、ね、ちょっとやはり彼のベストではなかった、最後の流れではなかったんですけども、ベストではなかったということで、そうですね、ちょっと残念でしたね。そうですね、オリンピックのね、目指したことがあるというね。そうですね、そうでしょうかね、はい、自分もね、また日本に来てほしかったですけどね、日本にたくさんのファンがいますね。本当にそうなんですよね、はい、そうですね、鼻が出てきますね。そうですね、59.37 というテクニカルスコアでした。プレゼンテーションは 80.78 です。 140.15、 223.66 というトータルスコアは、すべての中での第5位です。